こしやす三条名店街、今回は町屋手ぬぐい細辻伊平商店さんに伺いました。京都の町は桜でいっぱいなんですが、お店の中にも桜が満開です。さあ、お話伺います。こんにちは。こんにちは。お話伺いますのは井上沙織さんです。よろしくお願いします。桜が満開ですね。はい、はい、そうですね。観光客の方はたくさん、お客様来られますでしょうか。はい、もうあの週末も平日もたくさん来ていただいております。いや、そうですか。はい、はい、あのこのお店の手ぬぐい、本当にこちらも桜が満開なんですけれども、これは外国の方にも結構人気があるんじゃないでしょうか。いろいろありますね。はい、あの桜でも柄がたくさんございまして、まあちょっと昔の水墨画風のものですとか、ちょっとモダンなデザインのものですとかがたくさん取り揃えております。ああ、そうですか。はい、こうお昼に見る桜、それから夜桜風のもの、はい、この今拝見しているのは、はい、空が黒で表現されてまして、はい、それからこれはこちらですね。はい、これはあのかがり火ですね。丸山公園の知られ桜のところにかがり火があるんですけれども、それをイメージしてデザインされたと思われる昭和初期の昔のデザインですね。ですか。これはなかなか色も絶妙という、はい、あのグレーを使ってありまして、なかなか、はい、あのシックな感じですね。そうですね。はい、まあ、そして、いろいろ本当にモダンなデザインのものもありますが、井上さんのこの首のスカーフ、はい、私気になるんですが、これはこちらも桜ですね。こちらも桜でございます。はい、これは何を使ってこのようにスカーフ状にされたんでしょうか。ガーゼの手ぬぐい。ガーゼの手ぬぐい、どちらにありますか。こちらです。はい、いろいろサイズがあるわけなんですが、素材はこれはガーゼ。ガーゼ、綿ですね。綿 100%。綿 100%。はい、ガーゼで、こういった長い手ぬぐいの2枚の長さですを使ったのを巻いております。ああ、そうですか。はい、うまく角を利用されて、そうですね、あのスカーフのようにされているということですね。はいはい、まあ、そういう、こう使い方もご相談したらいいですね。はい、あ、はい、巻き方もいろいろご提案させていただいておりますので。はい、わかりました。はい、今日は桜が満開の細辻伊平商店さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。